天理市音美町にある東乗鞍古墳の発掘調査で、墳丘の規模がこれまでの想定より10メートルほど大きくなることが分かりました。天理市にある蘇我内古墳群の一つ、東乗鞍古墳では、古墳の保存に向けて全容を明らかにする発掘調査が市の教育委員会と天理大学の合同で進められています。東乗鞍古墳は6世紀前半頃に作られたとされる前方後円墳で、今回の発掘調査で後円部の裾にあたる斜面が崩れていることが分かりました。これにより墳丘の全長がこれまで考えられてきた72メートルより10メートルほど大きくなりました。このほか前方部の東側にある堀の位置が分かったほか、堀の中から円筒型の埴輪の破片などが見つかったといいます。この地域には磯の上神宮をはじめ古代の豪族物の部氏に関連すると考えられる遺跡があり、市教育委員会と天理大学では来年度も東乗鞍古墳の全容解明に向け調査することにしています。この地域は古遺跡とセットで物の部氏という大きな豪族が治めていた地域と言われています。物の部氏は大和王権の中で とても重要な、豪族ですので、そのあたりを少しずつ明らかにしていきたいと思っています。